これが噂の、ドクモジムリーダーだね。うん、うちの名前はアガミっていうか、このここのジムリーダーたち。やめろや、もう読みにくいやろ。やめろや、もうノーマルタイプのステモンが超好きなの、それと好きな男の人のタイプはステモンバトルが強い人、でもうちより強い男の人って見たことないの。だってうち超強いし。じゃあ任して、LINE の ID でも聞こうか。うん、あ、ごめんなさい、ちょっとマウスが映り込んだかも今。よし、あがみちゃん、さあどうするか。まずは積みまくろうか。思い出じゃなくて、なんか積み技ってスーパーチャージだ。アップテンション、びっくりボウス、もう全員積みでいこう。一ターン目は積む、そして一気に襲いかかる。行こうか。で、こいつタイプがね、いまいちわかんないんだよな。まあ安定感のある鼻くそキャノンでいいんじゃないかな。それかソウルクラッシュか。打ってみよう。ローデン砲が一番強い。ローデン砲で、ゴーストウェーブ打ってみる。111、効かない。かわした。かわしたってことは当たるってことだよね。ソウルクラッシュ、鼻くそキャノン。ローデン砲にゴーストウェーブ。ダメージを与えられない。やはりノーマルタイプにゴーストは無効化という、そういう判断でよろしいでしょうか。焼き尽くせ。麻痺させた。オッケー、勝った。勝ちゲーじゃないか、もう俺。アップテンション。さらに、あ、麻痺解けちゃった。まあけど、さらにね、アップテンションで積んで、一気に落とそうか。おつ。たかし18。マジありえないし、ついに見つけた私の運命の人。だってそうでしょ、君うちに買ったんだもん。君私の彼氏になってくれるよね。うるせえよブス、わらわら。さっきは君だよ。ちょっと待ってよ、もうこれ、もう一個せめて廃要素のある選択肢、イエス系の選択肢よ。いや、どっちかにまだ残されているはずだ。まだこの赤みちゃんと長いこと付き合えるような、赤みちゃんが好きなセリフ、意外とブスってのはその赤みちゃんのその容姿みたいなことを傷つけてるんで、決めんだよ。こっちにしよう。まあどっち選んでも一緒だったんだろうな。いなくなったし。いなくなったし、はいないし。まあいいか、赤身とかかな。赤身って入れてみよう。合言葉、意外とね、意外とこういうことだったりするからね。もういい。わからんって、ああいう言葉とか。コロネとか。どっかで手に入るんじゃない?まだ。まだその場所に行ってないっていうことにしておこう。じゃあ、先進みましょう。
そろそろ着くんじゃないかな。なんとか山？あ、けどジムがまだあるって言ってたもんな。ということはもうちょい先か。いいね、いいね。全体技があるだけでね、一気に安定感増すよね。うん。わ、強えし、しかも。しかも強えし。いいね。左に一匹、右に虫取り、倒そう。天然ミネラルの力で勝つ。メカカモレピオスジョージ。じゃあ全体攻撃の嵐でいこうか。不思議ボム。で、落雷じゃなくて雷落としでいいんじゃないかな。うん。で、ゴーストウェイブ。よし。効かない。一番左効かない。右も効かない。なるほど。いやけど全然いい。あの2体以上に入れば問題ないでしょう。あーけどこのターンはやめときゃよかったな。効かない。攻撃や。ビリビリ。草ダメージを受けない。よし、 OK。天然ミネラルの力が負けただと？ん？どういうこと？何を言ってんの君は。どの部分が天然ミネラルだったんだい？君の赤い帽子かっこいいね。僕の帽子を交換しよう。いいよ。うん。枯葉物がなんか合体している合体しているぞ。4枚なんか武器みたいになってるけど。不思議ボム、雷落とし、ゴーストウェーブ、うん、やっぱ水系のやつ仲間にしとくべきだったのかもな。じゃあ大洪水使えたはずだもんだって。絶対大洪水使えないじゃんこのままじゃん。ちょっと節約気味でいこう、うん、鼻くそキャノン、鼻くそキャノンを枯葉、雷とゴーストウェーブ。あ、オッケーオッケー。よし、ナイス。よし。まさかその赤い帽子がチタン製だとは思わなかったよ。どこで買ったの？特注品？これチタンでできてたんだ。えても初耳だわ、それ。禁煙大好き、禁煙星人とは私のことよ。はい。ああ、1足りないな、1足りないな、不思議ボム打てない。ってことは、鼻くそメカカモ、落雷、雷落として、ゴーストウェーブ。うん。いや、マジ強いな。うん。鼻くそ、雷、ゴーストウェーブ。いや、いいね。うん。一気に、戦闘が楽になったね。うん。禁煙のしすぎで疲れたんだわ。いいことだよ。エテは未だにやめれません。はい。意志が弱いんだ。うん。禁煙勝負は、ちょっと勝ち目がないな。あと一人？あと一人か。よし。回復。大丈夫だろ。筋肉祭りじゃー。とりあえず鼻くそ一発打てるから、鼻くそ打って。あ、MP 吸収なかったっけ？ゴソエブ。よし。うん。やっぱジョージには雷めっちゃ効くね。オッケーオッケー。じゃあ攻撃メカカモ技、雷とゴソエブ。かわした。よし、あと物理で
とどめを刺そうか。 OK レピオス、うん、背筋が足りなかった、うん、筋肉祭りは俺の家で毎日行われているよ、ぜひ来てくれ。いいわいいわ、やだわ、絶対断るわ、うんうん、無理。上行くか、上、ちょっと草むらが広いぜ。またこれマップが広いんだよな。一人いて、上はここで行き止まりか。倒していくか。うん、倒していこう。ただ MP がな、うん、もう一戦闘やってブドウゼリーだな。うん、よし、そうか、分かったぞ。そういうことだったのか。そういうことだよ。攻撃をジュラリング技で、よし、落としてゴーストウェーブ。これでもう撃てない。ゴーストウェーブも撃てない。うん、防御を上げてくる。眠らない。攻撃、雷はまだ落とせるから、ゴーストウェーブ、あ、撃てるじゃん、撃てるじゃん、まだ。よし、撃てるけどジュラリングが効かないんだよな。やってしまった。オッケーオッケー、まあ、結果オーライ。よし、アースクラッシュ、熱々ボム、めっちゃ技覚えるやん。ありがとう、君のおかげで助かったよ。うんうん、どういたしまして、地球にありがとう。そんなことより技だ、アースクラッシュ来た。うわー来た、敵全体にダメージ。ってことは不思議ボムいらなかったんじゃねっていうね。うん、で、熱々ボム、うん、まあまあまあいいでしょう。うん、炎タイプとゴーストタイプとってね。うん、で、これは草タイプで、謎ね、謎タイプ、うん、使っとくか。ブドウゼリー、よし、下から行くかな。下から行く。あ、よしよしよし。そこに一人いるな。そこに一人だけか。右側は何もないね。何も落ちてない。こいつ倒して、上にばっちゃんが一人。オッケー、わかった。じゃあ、倒そう。うん。よし。元、プロ禁煙の選手ですが、今では立派なニートです。そうですか。早速使っちゃおうかな。アースクラッシュ、そして雷落としからの熱々ボム。うわ、かっこいいじゃん。しかもそこそこ強い。いいね。けどゴーストウェーブの方が火力はあんのかな。あの、効く相手とかがね、ちょっと限られてくるけど、うん。タイプに分けて使っていこうか。うん。変な歌。やめろよ、哀れん。お、哀れん、やめてくれ。良いの無薬。うん。禁煙をしていた頃に戻りたい。ああ。戻ればいいじゃないか。あ、もしもし、お母さん。あ、仕送り届いたよ。うん。働けよ。ニート多いだろ、ここのストレ、あの、ステモントレーナー。この世界のステモントレーナー、ニート率が高いぞ、俺。こっち。これでラストだよね。ちょっと左の、ラストだ。よしよしよし。通がマジないんですけど。はい。はい。アースクラッシュ。落として、あ、これは熱々ボム効きそうだね。うん、熱々ボム。お、67か。まあまあまあ、うん、そこそこだね。あとワンパンで落ちそうなんだけどな。そうでもないか。あ、オッケーオッケー。ガチで引くわ。うん。
お前の顔超ウケるんですけど。すいません。